はい、皆さんこんばんは。ポチョチャンネル、ポチョです。ポチコです。今日は、年末にポチョを実は骨折してました。まあ何個か動画では言わさせてもらったんですけど、去年の29日でね、階段から布団をね、運んでる最中に落ちました。どないされました、ポチョさん。布団を運んでて、ポチョです。はい、ポチョです。階段から滑り落ちました。何段落ちたん？わからない。ぐらい。布団があったんで。見えんかったんで。見えんかった。ずるずると。はい、こんなになりました。初日です。はい、初日です。ただいまね、10時ぐらい、はい、夜10時ぐらい、はい、はい、年末年始になるため、はい、本日12月29日です。はい、年末年始になるため、はい、ギブスっていうか固定するんも、あ、そう、業者がね、できんっていう、お休みって、はい、来年の6日で、ね、6日やな、金曜日に行く状況です。はい、痛いなぁ。痛いです。高さね、上がってます、これね、クッション。あ、そうそう、何よりも大事なこと、最初ね、病院行かんとこって言ったんやけど、ポチコさんがね、行った方がいいって、うん、周りの人のアドバイスもあって、病院行きました。はい、行った方がいいです。行った方がいい、もうとにかく早く行った方がいい。はい、中足骨って言って、足の側面、小指の付け根になる部分を骨折しました。うん、で、装具屋さん、今つけてるものが装具になるんですけど、装具屋さんが年末は休みということで、年始に初めてつけることができました。で、まあ、サムネと貼っておきます。どういう状況だったか、ここら辺か。包帯でね、小指さん。そうです。チップ貼ってね、包帯ぐるぐる1週間ね。でも、骨がほとんど動きませんでした。もう、松葉杖の使い方っていうのが分からなかったんで、今日は松葉杖の使い方、いきたいと思います。そしたら、前代未聞かな。杖の使い方。はい。ポチョもぶっちゃけ知りませんでした。はい。途中やったのは右足です。うん、で、つき方としては、うん、悪い方、右、杖ね。うん。左。うん。そして、足。足。はい。ね。いいですね。もう一回行きます。右、はい、左、はい、いい方の足。足。もう悪い方の足は当然、その時つけない。もうほら、痛かったもんな。うん。これです。右、左、足、足、はい、っていう感じ。せーの、右、左、足。どうなんですか？いいですか？はい。はい、そしたらね、最後になりました。はい、この杖をね、ちょっともう返さないかんなんですよ。そうですね。はい、その前に一回は取っとこうと思いまして。はい。取り込んでます。ポチコです。はい。何や、何かを。お風呂上がりで、ね。お風呂上がりですいません。いえいえ。はい。うん。チャンネル登録と。高評価。よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さん、くれぐれも、はい、怪我とかね、骨折と気をつけてください。もしね、同じ部位とか骨折、した方いましたらね、今日の動画参考にちょっとしてみてください。はい。じゃあまたね。バイバイ。バイバイ。すいません、こんなんで。リハビリ頑張りまーす。はーい。